アジアカップは決勝トーナメントがスタート。ラウンド16、オーストラリア対インドネシア戦、タジキスタン対 UAE 戦の結果は。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。1月28日昨晩からアジアカップが再開されましたね。ラウンド16の最初の戦いは、優勝候補の一角と目されるオーストラリア対グループステージで日本と同組だったインドネシア、そして2戦目はグループ A2 位のタジキスタン対グループ C2 位の UAE。 今回はこの2つの対戦について見ていきたいと思います。記事はゴールから。 AFC アジアカップカタール2023では24日ラウンド16のオーストラリア対インドネシアが行われた。ウズベキスタン代表などと同居したグループ B を2勝1分けの首位で通過したオーストラリアと、日本代表とも同居したグループ D を3位で終えたものの、各組成績上位4カ国に入って決勝トーナメントで進んだインドネシア代表による一戦。試合は開始からオーストラリアが主導権を握って進めていく。すると12分、ボックス右に入り込んだジャクソン・アーバインが低い弾道のクロスを供給。インドネシアディフェンダーに当たって軌道の変わったボールがゴールキーパーの胸をついてニアに吸い込まれる。さらにオーストラリアは前半終了間際の45分にも右サイドから攻撃。右サイドからの低い弾道のアーリークロスに対してマーティン・ボイルが頭で合わせてリードを広げたところで試合を折り返す。試合の後半はおとなしい展開となるが、終盤に差し掛かってオーストラリアの攻撃が火を吹く。89分、またしても右サイドを崩したところから味方のヘディングシュートのこぼれ球をクレイグ・グッドウィンが押し込む。そして91分、右サイドで獲得したフリーキックからグッドウィンの左足のクロスにハリー・サウターが頭でわずかに触れてネットを揺らす。結局4対0のスコアでオーストラリアが快勝を収めた。ベスト8に進出したオーストラリアは2月3日の準々決勝でサウジアラビア代表対韓国代表の勝者と対戦する。このようになっています。インドネシアはグループステージの第3戦で森保ジャパンと対戦し、その時は3対1で日本が勝利しましたが、このオーストラリア戦では4対0と完全にやられてしまったようですね。この点差だけを見るとオーストラリアの方が日本より強いのではと感じる人もいると思いますが、インドネシアのあるメディアは少し違った見方をしているようです。インドネシアのメディアコンパスデイリーのマハル・ミハマット記者は、対戦した森保ジャパンとオーストラリアを比較し、正直に言ってオーストラリアよりも日本の方が優れていると評した。スコアではなく試合全体の内容を考えると日本の方がはるかに強い。スタッツを見ても明らかで、日本戦の前半インドネシアはほとんど攻められなかった。しかしオーストラリア戦では違っていた。前半に5回もチャンスを作った。だから日本の方がずっと優れていると思う。このように語っているようです。昨晩のオーストラリア対インドネシア戦のスタッツを見ると、前半のボール保持率は前者が 53%、 後者が 47%、 後半は 49% 対 51%、 トータルでオーストラリアの 51、 インドネシアが 49% となります。そしてシュート本数を見ると、前半が1本対5本、枠内は1本ずつ、後半はシュート数3本対0本、枠内も3本対0本。シュート数だけ見るとインドネシアが5本と相手を1本上回っていたことがわかります。ただオーストラリアはトータルで4本とシュート数は少ないながら、ほぼ全てそれを決めていたことになります。対して日本対インドネシア戦ではボール保持率が前半日本の 76% 対インドネシアに 14%、 後半も 66% 対 33%、 トータルで 71% 対 29%。 シュート数も前半が7本対0本、後半は7本対3本、トータルが14本対3本。枠内シュート数では前半日本が1本、インドネシアが0本、後半は1本ずつ、トータルで2本対1本となります。もちろん試合の優位性はボール保持率とシュート数だけでは語れないところもありますが、インドネシアを基準に考えると、日本はボール保持率やシュート数といった面でオーストラリアを圧倒している状況。ただ逆にシュート精度面ではオーストラリアが大きく上回っているとも言えます。もちろん日本の場合
ドン引きした相手からゴールをこじ開ける必要があり、どうしてもそのあたりは数値的に難しくなってしまう面はありますけどね。いずれにしても戦前の予想通り、オーストラリアがラウンド16を勝ち上がり、次はサウジアラビア対韓国戦の勝者と対戦することになりました。こちらのブロックは勝ち上がるにはなかなか大変なブロックと言えそうです。では次に2戦目のタジキスタン対 UAE 戦について見ていきましょう。こちらもゴールの記事から。現地時間28日、 AFC アジアカップカタール2023ではラウンド16が開催され、タジキスタンと UAE アラブ首長国連邦が対戦した。大会初出場ながら開催国のカタール、中国、レバノンと同居したグループ A を2位で通過したタジキスタンと、イラン、パレスチナ、香港と同居したグループ C を2位で通過した UAE。 迎えた30分、セットプレー崩れからエリア内右でボールを受けたジュラボエフが粘って上げたクロスをゴール前でディフェンダー2人と競ったハノノフが高い打点のヘディングで叩きつける。これがゴール左へと決まり、タジキスタンが均衡を破った。後半1点を追う UAE が反撃に出るも、タジキスタンはカウンターから追加点を狙う。終盤猛攻を仕掛ける UAE はペナルティエリア手前からのアイニのシュートが右のポストを直撃。このままタジキスタンが逃げ切るかに思われたが、終了間際にソイロフのフリーキックをゴール前のアルハマディが頭で合わせ、土壇場で UAE が同点に追いついた。1対1のまま迎えた延長戦、互いに足をつる選手が続出しながらも死力を尽くした激闘は120分を迎えても決着つかず、勝負は PK 戦へと委ねられた。 PK では5人全員が成功させた先行のタジキスタンに対し、UAE は2人目のサレーのキックをゴールキーパーヤティモフがセーブ。5対4でタジキスタンが PK 戦を制し、初出場でベスト8進出を成し遂げた。勝利したタジキスタンは準々決勝でイラク対ヨルダンの勝者と対戦する。このように伝えています。決勝トーナメント2戦目で早速 PK 戦となりましたね。タジキスタンは5選手とも PK を決めていましたが、UAE は2人目の選手が完全に読まれ、キーパーに止められてしまいました。会場は明らかに UAE のホーム感が強かったのですが、タジキスタンはその雰囲気をよくひっくり返したと思います。タジキスタンは次にイラク対ヨルダンの勝者と対戦することになります。こちらのブロックは力の拮抗したチームが揃っているように見え、正直どこの国が勝ち上がってくるかなかなか読みづらいところかもしれません。そんな中、今夜行われるラウンド16の第3戦目はタジキスタンの対戦相手を決めるイラク対ヨルダン戦となります。そして4戦目はホームのカタール対パレスチナ。これらの試合についても注目していきたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。